厚生町は、かつて、滋賀県甲賀郡に存在した町。滋賀県東南部にある町であり、大阪市と名古屋市の間の中心部に位置しており、旧東海道の水口と石部に挟まれた町である。甲賀郡の経済、産業の中枢都市であり、県内の町かつ、郡内の町の中では、人口が多く、岩根山と亜生山の2分に挟まれたの田園都市、内陸工業地帯である。 また、安川中流部沿いの平地部分に沿って、国道1号と JR 草津線の沿線上で発展している。大技の変遷なお、山梨県にかつて存在した高生町は、高塞町と読む。町内にはないが、水口町にある水口警察署、工学広域行政組合が当庁を管轄していた。特産品として、大見舞いがある。 高速道路名神高速道路が通過している。国道県道 ABCDEFGHI プロフィール。厚生町。2012年6月16日閲覧。AB ようこそ。厚生町へ。厚生町。2012年6月16日閲覧。2町の概要。石部町。厚生町合併協議会。2012年6月16日閲覧。 ABC、淀川水系河川整備計画策定に向けての説明資料に対する意見について2003年2月20日。美和子工事事務所。2012年6月16日閲覧。ABCDEFGHIJK、厚生庁の概要。ボダイジネット。2012年6月16日閲覧。ABCDEFGHIJKLMN。 OPQRSTUVWXYZ AAB ACADAF a AGR 急行成長の歩み。コナン氏。2012年6月16日閲覧。ABCDEFGHIJKLMN OPQRST 有効成長総務部企画課。ABCDEFGHIJ コナン氏の歩み。コナン氏。 2012年6月16日へ閲覧。ABCDEF 石部高裁合併協議会調整内容。石部町厚生町合併協議会。2012年6月16日へ閲覧。石部町厚生町合併協議だよりナンバーワン級。石部町厚生町合併協議会。2012年6月16日へ閲覧。AB 巡回バス。 ふれあい号、高生長、2012年6月16日閲覧、ありがとうございます。